はい、皆さんおはようございます。熊本今日も雨です。3日連続かな。まだ梅雨入りのですね発表はされていませんけど、そろそろ梅雨入りかなって感じです。聞いてもらって分かるようにね、今も結構強い雨が降ってます。今朝5時半です。はい、ということでね、まあ、画面越し大丈夫か、ハウスの中結構暗くてちゃんと映ってるかなといったところです。はい、ここでですね、皆さん梅雨入り心配ですよね。植物そのまま外に出していいんですかとかね、梅雨入りの時湿度が高めなんですけど社長どうしたらいいですかという質問結構来ています。はい、まずですね、梅雨入り特に、まあ、ペペロミアとか乾燥に強い植物ですね、ふやけたらまずい植物、僕はあまりやりませんけど多肉植物なんか育てている方はですね気をつけられてください。まずもって、水をあげてるとですねふやけてきます。なのでね乾燥気味で育ててあげてください。オリズルランなんかもですね、かなり乾燥気味でいいんじゃないかなと思います。フィロデン系、芋系ですね、芋系なんかも、大丈夫なのは大丈夫なんですけど、どうかな、ディフェンバギア、この辺はですね、ちょっと乾燥気味にしてあげた方がいいんじゃないかなと思います。葉っぱ性質弱いやつがありますよね、ちょっと溶けちゃいそうなやつ。そしてお水ですね、腰水管理で大丈夫です。この土の表面ですよね、この土の表面は梅雨の時期は乾かし気味、こんな感じに仕上げた方がいいです。ここが濡れているとここから蒸散があって、この鉢のね間ぐらいで空気が溜まってですね、この湿度でこの下の葉っぱが傷んでくることがあります。はい、でこういう風に置いてるとダメです、ね、この下の方が腐ってきちゃったりするのでこれ気をつけてください。はい、でもですね皆さん特に太陽の再生工場とかで外に出している植物たち心配な方たちがね多いと思いますけど、外の太陽の再生工場にね置いている植物たちはそのままで全然構いません。もう雨ざらしでですね梅雨の雨にねガンガン当てたまま育ててください。もうなぜかというとですね外の環境に慣れているのでそれはね悪くなるということはほぼありません。もちろんですね、傷口まだカットして日が浅い場合はですねそこから腐ってきて傷んだり枯れたりする場合もねありますけど、もう皆さん早い段階でね再生にはかけていると思うので、その太陽の再生工場にねもう今ずっと1ヶ月ぐらい出してるやつはねそのままで構いません。逆に言うとですね今僕はハウスでねビニール剥いでいませんけど、実を言うと10年ぐらい前までは夏はねハウスビニール剥いでいました。いろんな生産者の方とかもですね夏の間はねビニール剥いでいるところ結構あります。で梅雨の雨にね打たせないとダメとかねいうのがあるんですよ。それでねこの梅雨の大雨で植物たち育ってくれます。自然の力ですね。そういうふうなこともあるのでハウスの中でもですね、雨に打たせて作っている方たちとかねいます。なのでですね梅雨の雨には外に出している植物たちもですね打たせてあげると逆にね元気になってきます。まあ自然の力、本当ねアマゾンとかですよ、いろんなところ自然にある植物たちってやっぱりスコールとか雨がたくさん降って元気になるじゃないですかね。ここから外見えると思いますけどたくさん外にね今出しっぱなしです。なのでね皆さん心配しなくていいですよ。そして僕のこのハウスもですね見てもらうと分かるように水滴ついてますよね。毎日毎日スプリンクラーをね出しているので、これもう濡れている雨が毎日降っているのとね変わりません。でこういう風にですね慣れさせてあげるとその環境で葉っぱも出てくるし傷まなくなってきます。なのでね
雨がたくさん降ってきたといって心配はねないので、皆さんそのままの状態でね管理されてください。太陽の再生工場で再生させるメリットはですね、本当中に入れたり外に出したり行ったり来たりね、いろいろしなくていいことです。5月に出したら地域性にもよりますが、9月とか10月までほぼ出しっぱなしで構いません。もうそのままね、雨ざらし日ざらしです。そしてご自身のいいタイミングでお部屋に入れてください。去年もねやりましたけど、外でね育てた場合、葉っぱがギュッと固まってですね、ピラピラピラっとたくさんつきます。そしてウンベラータとかの場合はね、特に分かりやすいんですけど、温室育ちのやつはですね、葉っぱが大きくて結構茎のね間隔が大きいです。で、普通にね売ってあるオーソドックスなウンベラータはね、そういう感じが多いんですよね。こんな感じのウンベラータが多いでしょう。こういうやつは温室育ちです。ハウスの中で育っているので葉っぱが大きい、そしてペラペラ薄いです。でも見た目はね結構こっちの方がいいんです。外で育った植物はこんな感じで葉っぱがねたくさんギュッと詰まっています。で、硬いです。で、ピラピラピラーとねしているので、葉っぱカットした方がいいんじゃないですかとね言われる方たちも多いですけど、これ去年の動画探していただけると分かると思うんですけど、去年ね何鉢か僕早めに6割ぐらい出来上がった時に早めに温室に入れました。そうするとピラピラーとたくさんの葉っぱがそのまま大きくなってくれました。こういう風にですね、タイミングをずらしてあげるといろんなことがねできるようになってきます。これもね太陽の力を使って再生させた植物ならではのことです。そしてね皆さんの腕にかかってきます。かなりね面白いので、せっかくでしたらたくさん葉っぱをつけて、その葉っぱをたくさん大きくさせてあげる、こういう風にねしてあげると、どこで買ったのその植物という風にねなると思いますよ。皆さん太陽の再生工場のやり方をね覚えると、植物の育て方もですけど、形もいろんな大きさ、葉っぱも自由自在にコントロールできるようになってきます。なのでね、梅雨の時期はしっかり雨に当てて、自然の力でねぐんぐん植物たちね成長させてみてください。どうですか、新芽ねたくさん出てるでしょ。いろんなねことを試しながらやっていますけど、僕もね今年はより一層去年よりね植物の成長がいいんじゃないかなと思います。皆さんからのですねコメントやねメールとかでいろんな実験をしているの聞きますけど、本当ねすごいなと思います。液肥作りから土作り、もう研究者みたいな方たちがねたくさんいますので、いろんな育て方今からいろいろ出てくると思います。僕は楽しみで仕方ありません。これはもう本当ね、生産者の方たちも知らないような情報がね今から出てきます。だって生産者の方たちとかいろんな研究者の方たちって、まあ少人数で研究したり自分たち独自のやり方をされますけど、皆さんの場合は情報を共有して何百人何千人という人たちがねやってくれているので、本当ねその割合がすごい。これはですね、僕の視聴者の方たちと、そしてコミュニティにいるね、今220人ぐらいかな、この人たちのやっぱり植物に対する愛がね、すごい。こうすることによってですね、植物成長させることもできるし、植物を枯らすリスクということもなくなってきます。将来的にはですね、皆さん植物本当ね、今よりもっともっと高くなってくるんじゃないかなということもね僕考えています。食料と一緒です。食料もね今もう円安によってどん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 物価が高くなってきますね。ウクライナ情勢とかもありますけど、今からですねもっと値段が高くなってくると思いますよ。今までのね値段はそういうウクライナ情勢とかのがまだ入っていない段階でこれだけ高くなってきていますからね。なので植物作る人たちの肥料やね
飼料なんかも値段がね上がってくるので、もちろん育てる方のですね資材が上がってくるということは、植物自体も高く出さないと生産者の方たち潰れていってしまいます。だからですね、まずは生産者の方たちが値段が上がってバイヤーさんが高く買って、そして市場で高く売られる、それを皆さんが高く買う、ね、売れなくなりますよね。でも皆さんは高く買っても枯らすリスクが少ないから高く買えるはずです。いいものをですね、で大量に買うっていうことはなかなかねしなくて良くなるんじゃないかなと思います。皆さんも枯らさなくなってきますからね。僕はねそうなってくれれば一番いいんじゃないかなと思います。そうしたら大量に作る必要もないんです。やっぱり異常に生産されているっていうのもですね、需要と供給のバランスがどんどん崩れていくと思うので、値段が高くてですね少ない、それをしっかり育ててくれる、こういう感じがですね一番いいんじゃないかなと僕はなんとなく思ってます。はい、なのでですね皆さん、僕のこのチャンネルにたどり着いた方はですね、観葉植物ですよ。僕外の植物とかお花よく分かりませんけど、観葉植物についてはですねしっかり育てて枯れるリスクを少なくする、こういう育て方をですね覚えていただければいいなと思います。まあもう2年経ちますけどね、かなりの方たちが上手になりました、あと去年ね冬越えできなかったけど冬越えできましたね、刺し目で増やすことができました、太陽の力で元気に再生することができましたとねいう人たちがかなり増えてきています。これもね、僕とても嬉しいことなので、本当皆さんチャレンジしてみてください。もちろんね失敗することもあると思います。でも明らかにですね元気に植物たち育ってくれるので、ぜひねいろんなことにチャレンジしてください。はい、ということでですね、今日は梅雨の雨そのまま打たせててもね大丈夫ですかというコメントがたくさん来ていたので、そのままね太陽の再生工場に出している方たちはそのままね外の梅雨の雨に打たせてもらってて構いません。ペペロミアとか多肉植物とかですね、湿度に弱い植物たちは乾燥気味で育てられてみてください。その辺もですね地域性、そして自分が設置している場所によってかなり変わってくるので、いろいろ場所を変えながら、水の量をですね変えながら、風通しを変えながら研究していただくといいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ徐々にですね梅雨に入ってくる地域増えてくると思うので、梅雨しっかり乗り切りましょうね。じゃあ今日はこんなところで、バイバイ。